引得点能力この周りにはこう小さい分ものすごいんだよね。これが日本の2番でございます。これ20点能力、これ2番です。3番やな。2番は個人点能力、これは2、3台分、これも大きいんだよね。お横幅が広いんだよね。五稜山古墳、五稜山古墳、雑誌古墳、あたすか、この辺もほとんど回ってるけどね。ここや、これこれ、これは安全点能力古墳。これは全国の古墳でございます。これ一番大きいね。1番、2番、3番とかあるんだよ。これじゃ分からないな、1番、2番、3番じゃ。これ玉岡古墳、これは言っても仕方ないもんね。造山古墳はね、随分崩れとるやろな。これ津山古墳はどこあったんや。八女市九条か、ここ知らんな。これもわからんな。これも大安古墳、ここどこやったっけ。福島県郡山市。なんで先様古墳が載ってないんだよな。